今日は晴天に恵まれました甲子園球場からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦阪神タイガース対広島東洋カープの25回戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、連勝が続くとだんだんと先発ピッチャーがプレッシャーに感じるとも聞くんですが、いかがですか？まあそうですね、そろそろ負けるんじゃないかなんていうことを考え出しますね。なるほどね。1回の裏、これからタイガースの攻撃が始まります。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますカープはご覧のような守備陣です。カープマウンドに上がるのはバッターは真由美。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。最初は変化球できました。ボールになります。打った、大きな打球になった。レフトセンター下がっていく、下がっていく、センター左へのヒット。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー二塁です。さあタイガース先制のチャンスを迎えています。まあ取れる時にしっかり点を取っておきたいですよね。なるほど、そうですね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスには和田入っています。見送ってまずはストライクです。アウトコースへいい球が来ました。ここはあっという間に追い込んでいます。打ちました。ショートの横抜けた。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。タイガース1点を先制しました。1対0、タイガースなおもチャンスです。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで先制です。果たしてこの後追加点が入ることになるのか、はたまた食い止めることはできるんでしょうか。さあそして打席にはバース入っています。さあチャンスが続きます。バッターボックスのバース、今シーズンの得点圏打率は5割3分4厘となっています。次が2球目、打ちました。ここは打ち上げています。ライト掴んでワンアウト。この打席でシーズン本塁打記録更新とはなりませんでした。まあここは繋いでおきたかったんですけどね。初球打ち、この当たりはどうか。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、2対0になりました。タイガース2点リードとなりました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。このゲームは打撃戦となっていくんでしょうか、それとも一方的になるんでしょうか。バッターは注目のルーキー石峰。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。タイガースさらに得点を上げ引き離しています。小宮山さん、不安の残る立ち上がりとなっていますよね。本来のピッチングとはちょっと違いますよね。打ちました。高く上がった。レフト下がっていく、下がっていく。レフトオーバーのヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。これでシーズン最多安打記録を更新しました。ワンアウトランナー三塁二塁。小宮山さん、長打を防ぐにはどういった配球をすべきでしょうか。低めにボールを集めるというのがやっぱり一番有効になると思いますね。なるほど、そういった配球を要求してくるでしょうか。ここは長打を打たれないように気をつけたいですね。そうですね。打ちました。センターに打球伸びる。さあサードランナーはどうする。サードランナータッチアップ、間に合うか。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。犠牲フライを決めてきました。3対0、タイガース3点リードとなりました。ご覧いただきましょう。ここで犠牲フライ、得点を入れています。犠牲フライによる追加点が入っています。きっちりフライ打ってきましたね。初球は何から入ってくるか。初球打ち、レフトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びている。伸び、そのままスタンドに入りました。ツーランホームラン、素晴らしい
一振りでした。初球でした。しっかりと引っ張ったあたりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。タイガース5対0。ここ一番の集中力が光ります。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いやー、彼らしい見事な一打でしたね。初回の攻撃はどこまで続くことになるんでしょうか。8番バッター中谷、タイガースホームランで得点を挙げています。さあまず1球目、初球ボール打ちました。センターの前に落ちる。これで6試合連続安打。2アウトランナー1塁、バッターは前川。ヒットでランナーを1塁に置いています。最初は変化球できました。ボールになります。ボール先行です。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これで3連打。2アウト2塁1塁、打順は1番に帰ります。バッター真由美、大きくリードはしてますけど、この後どういう試合展開になるか分かりませんから、取れる時に取っておきたいですね。真ん中打ちました。フェアかファールか、わずかに左に切れました。ファールボール。力のあるまっすぐですね。はい、ストレートが決まっています。すぐに追い込みました。このストレートは外れています。痛烈、入れました。ファールボール。今のはちょっとヒヤッとしましたね。そうですね。引っ張った。これはどうだ。三遊間抜ける。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット。6対0になりました。タイガースリードを6点に広げています。バッターボックスは2番和田、先ほどの打席で先制となるツーベースヒットを放っています。勝負強さを発揮してくれましたよね。リードはしてますけど、この打席もしっかり集中していってほしいですね。はい、この打席も期待しましょう。打った、大きな打球になった。センターバック、センターバックする。ボールはそのままフェンスに直撃。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ホームに送球する。ファーストランナーもホームイン。タイガースが突き放します。フェンス直撃のタイムリーヒット。8対0タイガース。ちょっと一歩、ここは当然という交代でしょうか。カープピッチャーを変えます。マウンドに上がる。さあマウンドに上がったのは堀江、今シーズン27試合目の登板です。さあ小宮山さん、ここで変えてきましたね。これ以上点をやれないということですよね。そうですね。さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。さあ3球目は何か。いいボールが来てますよ。はい、低めのストレート、ストライク。ワンボールツーストライクです。引っ張った。これはどうか。このフライはどうだ。落ちるか。最後はライトフライ掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース先手を取りました。2回の裏、さあタイガースこの回は4番から始まります。バッターは掛布、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから。はい、まあ、今度はきっちりと抑えたいですね。そうですね。タイガース打ちました。伸びていく。外野落ちるか。どうだ。2球目打っていきましたがセンター掴んでワンアウト。5番バッター石峰、前の打席はツーベースでしたからね。今日はバットが触れてるようなんで、ここも思い切って狙っていってほしいですね。期待しましょう。まずはワンアウトを取っています。さて今日のカープの先発は序盤大量失点で交代したケムナ。今日はベンチの期待を裏切ってしまう結果となりました。ヒットになった。これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックス八木、先ほどの打席で犠牲フライを放っています。外野フライと打った。レフトに強い打球。レフトバックする、バックする。スタンドには届きません。バッターランナーは二塁到達。これで4試合連続安打。ワンアウト三塁二塁です。これが1球目。
抜けたような感じになりました。大きく外れます。インコースの変化球見ています。次が3球目。インサイド弾き返した打球はセンターへ。さあバックホームするか。掴みました。犠牲フライにはなりませんでした。バッターボックス中谷。前の打席はいい当たりのヒットでしたから、注意が必要なバッターだと。打ちました。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてレフトオーバー。サードランナーホームイン。セカンドランナーも今ホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。追加点が入りました。タイガースレフトオーバーのタイムリーヒット。10対0タイガース。なおもチャンスです。さあバッターボックスには先発の前川入ります。ここは自分で援護点を取るチャンスですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。3球目は何で来るか。3球目打ちました。さあどうだ。ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。右中間へのタイムリーヒット11対0タイガース。なおもチャンスです。打ちました。大きな打球になった。レフト下がっていく下がっていく。入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。タイガース13対0。いやーこれは失投でしたね。そうですね。バッターボックス和田。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いやさっきはやられてしまいましたけども、はい、しっかりと抑えておきたいですね。三遊間抜けていきます。これで3打数3安打の猛打賞。打席には3番バッターバース。先ほどの打席はライトフライに倒れています。いやアウトにはなりましたけどいい当たりでしたから、ここは注意した方がいいですよね。そうですね。ヒットでランナー打った。右中間に大きな打球。この当たりはどうか。右中間を深々と破るヒットになりました。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。タイガース1点追加します。右中間へのタイムリーヒット14対0タイガース。なおもチャンスです。打席には5番バッター掛布。タイガースこの回は打者一巡の猛攻となっています。早くも今日は先発全員にヒットが出ています。小宮山さん、ちょっと打たれすぎですよね。もうちょっと何か対応できたと思いますけどね。そうですよね。さあピッチャー立て直していけるか。バッターの掛布、今シーズン得点圏での打率は6割7。打ちました。この打球は落ちるか。どうだ。高橋が抑えて3アウトチェンジです。しかしこのこれから3回の裏タイガースの、さあマウンドを任されたのは一岡。これが初球。初球ボール打ちました。センター下がっていく下がっていく。どうだ。入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これで6試合連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。15対0さらに1点を追加します。大きく点差が広がっています。バッターは6番八木。さっきツーベースを放っていますからね、ここは警戒しているでしょうね。そうですね。タイガースホームランで得点を挙げています。外へのカーブ外れました。これが3球目。しっかり捉えた。センター下がっていく下がっていく。センター見送った。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。甘くなってしまいましたね。バッターは振ってくるカウントなんでボール球でも良かったと思いますね。はい。打席には7番バッター木戸。タイガースホームランで得点を挙げています。初球ストライクを取りました。打ちました。レフト下がっていく下がっていく。フェンスダイレクト。二塁送球。
バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。さあ初球は何か、ちょっとタイミングはずれました。打ちました、高いバウンド、セカンドゴロ、菊池一塁送球します、アウト、ワンアウトです。さあ打席には先発の前川入っています。ここは自分で援護点を取るチャンスですね。そうですね、はい、さあ追加点のランナーを置いた場面です。2球目は何で来るか、はい、いいところに決めましたね。インローへキレのある変化球が決ま、打ちました、このフライはヒットになりそうだ。サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、タイガース。打順はトップに帰って真由美、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、ちょっとすっぽ抜けた感じです。これが2球目、ボール先行です。さあ3球目は何か、打ちました、打球はセンターへ、ここはフライになっています。センターが取りました、ツーアウトです。打順は2番和田、今日はここまで猛打賞を記録しています。いやちょっと今日はタイミング合ってしまってますね。もう投げると、打ちました、左中間に落ちました。これで4打席連続のヒット、ツーアウトランナー二塁一塁。バッターボックスには3番バース、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。引っ張った、ワンバウンドヒットになりました。三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、ファーストランナーもホームイン、タイガースが突き放します。見事なタイムリーヒット、タイガースなおもチャンスです。打順は4番掛布、引っ張った、バティスタ一塁へ送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。バッターボックスは5番石峰、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。そうですね、そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。ファウルになります。打ち上げました、この打球はフライになっています。フラフラっと上がりました、ストレートに詰まってワンアウトとなっています。打席には6番バッター八木、先ほどの打席でソロホームランを放っています。思い切りのいいスイングで放り込みましたよね。一発が出て余裕もあると思いますけど、しっかり集中していってほしいですね。そうですね、一岡まずは先頭バッターを打ち取っています。アウトコース外れます、ストライクが入りません。ここは1球見ました、打ちました、取りました、一塁アウト。打順は7番木戸、先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました、いい当たり、レフト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。三塁回って今ホームイン、ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね、打席には8番バッター中谷、タイガースホームランで得点を挙げています。豪快なスイングは空振りになります。この球は外れています。アウトコースへのカーブはボールです。打った、一岡取って、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガースソロホームラン。これから5回の裏、タイガー先発の前川バッターボックスです。いやー、さっきはタイムリーを打たれましたけど、もう打たれてはいけませんね。そうですね、最初は変化球できました、いや素晴らしい球ですよね。はい、低めのストレート、ストライク、ノーボールツーストライク。
変化球空振り、ワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター真由美、今日はホームランを放っています。前の打席はいい当たりの外野フライでしたよね。ジャストミート、これは大きい、伸びていく、レフト深いところ破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。今日2本目のツーベースヒット、ワンアウトランナー2塁となりました。打ちました、センターライナー掴んで、これでツーアウトです。3番バッターバース、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、打った高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、タイガース大量リードとなっています。バッターボックスは4番掛布、初球打ち、この打球はフライになっています。取ってスリーアウトです。しかしこの回タイガース1点を追加しています。ここまでのハイライトです。1回の裏、得点圏には先制のランナー、2番バッター和田、追い込まれながら打ち返した当たりはタイムリーになりました。タイガース先制します。続く攻撃、ワンアウト二塁の場面、4番掛布、初球を叩いてタイムリー、タイガース1点を追加します。さらに続きます、ワンアウト二塁三塁で6番八木、ここで犠牲フライ、タイガース1点を追加します。6回の裏タイガースの攻撃、バッターボックス石峰、今日はホームランを放っています。タイガース攻撃、打ちました、伸びていく、この打球は落ちそうだ、レフトの頭上を越えていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達、これで7試合連続安打、ノーアウトランナー2塁です。打ちました、センターに強い打球、センター深いところを破っていきました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、タイガースなおもチャンスです。バッターボックスには7番木戸、先ほどの打席でソロホームランを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。打った、センターに大きな打球、伸びていく、どうだどうだ、センターオーバーのヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、タイガースちょっと一方的になっています。バッターボックスには代打の亀山、小宮山さん、ここは踏ん張りたいですね。まあ、これ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。打った、ライトが追いかける、ぐんぐん打球が伸びている、伸び、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで4試合連続のホームラン。初球でした、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました、タイガース。ここ一番の集中力が光ります。ピッチャーに打順が回って、先発の前川打席に入ります。今日は当たってるようなんで、どんどん積極的にいってほしいですね。そうですね。バティスタ取って、一塁そのまま入ってアウト。打順はトップに帰って真由美、まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。さあ、ここは打ちました、レフト下がっていく、下がっていく、ボールはフェンスまで到達しました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。今日3本目のツーベースヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。まずは見送ります、ワンボール。打った、高く上がった、この打球は落ちそうだ、真ん中を破りました。
セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。タイバッターボックスは3番バース。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから。はい、まあ、今度はきっちりと抑えたいですね。うん、そうですね。これはまた真ん中へ。まあ、そうですね。どんなバッターでも追い込まれるとスイングも多少になると変わってきますからね。さあ、ツーストライク追い込みました。打ちました。大きな打球になった。伸びていく。どうだ、どうだ。右中間破っていきました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット。タイガースちょっと一方的になってきました。ここでタイガースダイソーを送ります。マルテがセカンドランナーに入ります。カープピッチャーが変わります。さあ、マウンドに上がったのはレグナルト。初球空振りです。ここはバッター甘いボールを打ってきますよ。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えるか。外へ持っていきましたが入りません。見逃し。このチャンスで手が出ませんでした。三振。初球から思い切って振ってきました。石峰2球目打ちました。ここは打ち上げています。西川が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース連打。小宮山さん、7回でこれだけ点差がついている場合、ベンチとしてはどういった考えを持っているもんなんですか？まあ、もうほぼつないでつないで勝てるという感じになりますんでね。ベンチワークにも注目しましょう。次が3球目。変化球が低めに外れます。さあ、4球目は何か。低め決まってストライク。2ストライク2ボールと追い込んでいます。ファウルです。変化球空振り。ワンアウトです。7番バッター木戸、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね。レグナルト、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打ちました。これは大きい。伸びていく。ここは打ち上げています。積極的に行きましたがセンター掴んで2アウト。今日は代打で途中出場。2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席でツーランホームランを放って、しっかり捉えた。これは大きい。伸びていく。フェンス直撃。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これでマルチヒット。2アウトランナー2塁。さあ、バッターボックスには先発の前川入ります。まあ、ここまで好投してるんでやはり続投でしょうね。そうですね。さあ、追加点のランナー2球目打ちました。ここはフライになっています。菊池が抑えて3アウトチェンジです。カープ8回の裏タイガース。さあ、マウンドを任されたのは薮田。今シーズン20試合目の登板です。いい当たり。切りました。ファウルボールです。ストレート外れました。打ちました。浅いフライ。ここはフライになっています。4球目打っていきましたがレフト掴んでワンアウト。バッターボックスには2番和田。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから。はい、これは三塁側のスタンドに入ります。これはサードメヒア取ってツーアウトになりました。バッターはダイソーから起用されているマルテ。ツーアウトランナーありません。初球は何で来るか。初球空振りです。
ここはストライクからボールになるような球がいいですね。なるほど、そうですか。打ちました。これは大きい。伸びていく。どうだ。フェンスダイレクト。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。ランナー出ました、タイガースです。ツーアウトランナー二塁。初球空振りです。ちょっと手が出ないところですよね。はい、低めにストレート、打ちました。いい当たりだ。右中間に大きな打球、ライト入った。ホームラン、ツーランホームラン。これがチーム7本目のホームラン。追い込まれてからのストレート、ぎっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。追加点が入りました、タイガース。頼れる4番の一振りでした。バッターは5番石峰。タイガースホームランで得点を挙げています。インサイド決まっています。さあ2球目は何か。切りました、ファールボールです。低めに外れてボール。打ちました。これは大きい。伸びていく。どうか。左中間深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで3連打。ツーアウトランナー二塁。打順は6番八木。今日はホームランを放っています。前の打席はタイミング合ってなかったですよね。今度はしっかり捉えたいですよね。そうですね。ヒットでランナーを二塁に置いています。打ちました。わずかに左に切れました、ファールボール。体に近いところ。チャンスの場面振っていきましたが三振。スリーアウト。今日は見事な完封で白星を挙げました。タイガースが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。いや、小宮山さん、選手が本当に生き生きとプレーしてますよね。まあ、そうですね。これどこまで続くかちょっと楽しみになってきましたね。そうですね、非常に強さを感じました。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のカープですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが大勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで甲子園球場から失礼いたします。本日はご来場